はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、皆さん、遊戯王っていうのは面白いデッキ名のデッキがたくさん存在するということをご存知でしょうか。いろんなデッキ名あるんですけど、なんか例えば有名なのはなんかタンポポサンバとか、あとまあヌメヌメエッジドラグーンとかね、なんか他にもなんかいろんな、なんか面白いデッキ名ってあるんですよ。なんか悪手暗黒界とか、なんかね、遊戯王ってなんか本当にいろんなカードがあるから、デッキ名もいろいろあって、なんかそのデッキ名すげえおもろいデッキっていうのが結構あるんですけども、まあ、今回はですね、ヌメヌメエッジドラグーンのまあその最強進化系といいますか、まあちょっとデッキ名から先にご紹介しますね。ヌメヌメアナルファックエッジで JK 小悪魔が焦点というデッキを作ってきました。はい。コンプライアンス違反でチャンネルがバンされるかもしれません。助けてください。どういうデッキかと言いますと、まずヌメヌメですね。ヌメヌメはまあヌメロンの部分ですね。ヌメロンの、まあヌメロン、本当はねヌメロニアス、ヌメロニアを入れたかったんですけど、ちょっと弱すぎてあのカードが入れるわけがありませんでした。ヌメロンですね。で、AF、まあ、アナルファックですね。アナルファックはアーティファクトデスサイズと、アーティファクトの真珠ですね。あ、ちなみにこの動画家族とか誰かの前で見るのやめてください。あ、もうこの中軸遅いですね。すみません。で、エッジ、これエッジはエルドリッチです。はい。で、JK、これジャックナイツですね。まあちょっと英語名だとなんか MK らしいですけど、まあまあ日本語で言うとジャックナイツは JK なんで、まあ JK ということで、で JK、で小悪魔はまあ幼女ということで、まあこういうモンスターたちを使ってまあエッチなことするとまあ焦点するよという、まあそういうデッキですね。はい。これは実はシナジー全くないように見えて意外とあるんですよ。まあ、小悪魔とジャックナイツって結構そもそも相性がいいというふうに言われてるんですけども、エルドリッチも一応通常トラップとか存在していて、で墓地から除外するとなんかカードをサーチしたりできるんで、結構ホールティアでね、これサーチし捨ててなんかサーチとかも一応できるから、まあ、この辺が相性いいっていうのと、まあ、魔法トラップ結構いっぱい使うデッキなんで、エルドリッチのコストにもなるみたいなね、まあ、そういうところがありましてですね、今回はこのデッキ目に全振りしたデッキで、遊んでいこうと思っております。なんかふざけて作ってますし、ふざけたデッキではあるんですけど、普通にギミックがちゃんと怖くなってるんで、まあ、意外とちゃんと強いっていうところが一応このデッキのいいところですね。はい。やっていきましょう。コンプライアンスデュエルスタンバイ。なるほど、ハンドは悪くないですね。ハンドは悪くない。プティか障害効果発動なんかある。さあ集結の園へ、集結の園へをサーチして、誰かどの進化へとおやすみなさい。増殖する字はちょっと非常にきついね。今ちなみにね、今の小悪魔デッキってマジで、まあ、小悪魔デッキじゃないんだけど、これ今の小悪魔ギミックっていうのはものすごい量の特殊とかもするので、増陣めっちゃ重いんでね。なんでまあ墓穴は入れた方がいいということで、まあ墓穴確定っていうのもあって、一応で集結のその絵を発動して、トリオン召喚効果発動、落とし穴系カードを1枚サーチするぜ。底なし落とし穴をサーチするぜ。そしてセラちゃんの効果発動。さあ幼女が効果を発動した場合、幼女は再びカードを発動することができ、そして同じ縦列にカードが2枚あるため、ジャックライツ、師匠のジャックライツを特殊、かっこ JK を特殊召喚。ちなみに JK はどうやら英語で書くとなんか JK じゃなくて MK らしいですね。はい。なんで厳密には JK ではなく MK らしいです。まあそんなことは知るか。で、ティオの小悪魔を特殊召喚し、ティオちゃんの効果を発動。ティオちゃんの効果によって、小悪セットし直して、そしてレベル2のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、ホールティアと、まあそうですね、まあ、これはトリオンちゃんでいいですかね。でナンバーワン指名状、ストレスの小悪魔を特殊召喚、効果発動。オーバーレインヒットを1つ使って、まあ、これはキーノですね。そしてさらにキーノちゃん特殊召喚、これはどうしようかな。フラリアで
サイセットムーブの方が強いかな。フレッシャーにすると、まあ、一応一妨害増える可能性はあるんだけども、難しいっす。まあ、でもクラリアの方が長い目に見ると強い説はある。で、ここ OK で、師匠ちょっと邪魔だから飛んで、もう君一回サーチ入れましょう。はい、でこれ一応次のターンでいいですね。次のターンにしましょう。カードセットして、まあ一応縦列にしとくか。これで機能でセットカードを破壊から守ってて、で次のターンレベル8出せて、帰ってきてレベル8がランク8できる。でセラの小悪魔出す。でエンドフェイズ機能も蘇ってくる。これでいいんじゃない。まあちょっとセラの小悪魔を2枚先行で使ってしまいましたが、まあ、多分大丈夫だと思う。でクラリアの効果発動で機能よし、オッケー、よし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 、いいぞ。なかなかいい場面はできた。まあここをねフレシアにすると一応一妨害増えるって感じかな。クラリアの効果が使えない代わりに。おお、なるほど、これはさすがに底なしだな。あいつ起動効果なんで、まあ、ドラゴンリンクですかね、多分ドラゴンリンクかカオスかどっちかわかんないけど、まあ、気候流セーフアートは底なし落としはした方がいいと おじいちゃんが言ってたんで、ちょドラゴン、これ異種交配になるな、これ異種交配きついなドラゴンとの異種交配ちょっときついな。まだセラ効果つかなくてもいいか。相手が展開してきてからで良さそうな気がしますね。多分怖くて落とし穴にチェーンして打った方が良さそうな気がします。リブリボどうぞ、リボリボどうぞ。一応プティカがフリチェで特殊召喚できたりするんで、まあ、特殊召喚したモンスターを一応除去れるみたいな感じですね。で、ストライカー出してきたら小悪の落とし穴ぶっち込めばいいんで、まあ、多分大丈夫だと思います。で召喚器は使ってる。でもだからあとビーステッドとかコラプワイバーみたいなやつがいると結構貫通されることあるな。でストライカー OK です。あ、ストライカー効果発動せず、あー引いてる、なるほど引いている。まあ、トリオンいねえからな、ちょっと今無理だな。で、あ、でもリボリブイドセクターで蘇らせる効果使うしかない。なるほど、ここで使ってしまう。はい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 、いいでしょう、いいでしょう、いいでしょう。でトレーサーとストライカーで、あ、ロムルス、なるほど。でロムルス効果、まあ、そこ怖くぶち込んで、怖くぶち込んでトリオン特殊セクター破壊、ホールディアセットな。怖くの落とし穴発動、相手が特殊召喚に、下モンスターの効果発動した場合、そのモンスターを破壊し、効果無効にして破壊し、そしてトラップカードが発動したため、セラちゃんの効果発動、さらにヒトリシちゃんの効果発動。さあナンバーワンキャバ嬢は相手のお客様を満足させることに長けているため、相手のお客様を下敷きにすることができる金づるに、金づるにね、仕立て上げていくスタイルですね、これね。はい、あなた私の下に入りなさい、私に入りなさい私に入りなさい、やばい。でトリオン特殊召喚、トリオンの効果発動、相手の魔法トラップカードを破壊、さらに、小悪魔の効果発動したため、セラの効果発動。さあこれで次のターンのホールちゃんもセットだ。よーし、いいぞ、今のところいい、今のところ素晴らしい。そしてもう一枚モンスター除外までできますね。一応狡猾いらんかもしんねえな、狡猾売ってねえや、狡猾ちょっと使いにくいわ。なんかアーティファクトの真実とかも入ってるしね。さあどうするさあ、おっと、何クソ、まだ展開してくるか、やりやがれ。いいだろう、いいだろう、いいだろう、いや、バトルいいだろう。まあどれを、まあセラかな。まあ言っても戦闘破壊されませんね、全員。これ集結の園への効果が発動してるんで、一旦に一度戦闘では自分の小悪魔モンスター破壊されないっていうね、体勢がついてる戦闘破壊体勢。まあこれでまあクソザコ打点のモンスター守るということができますね。これはもういいですね、使わなくても。でこれ次のスタンバイフェーズによみがえってくる。これヌメヌメできますね、これ、これヌメヌメできるわ。師匠のジャックナイツ特殊召喚 OK、
で、一回どかす必要んだよな。ちょ、一旦イケメン出すか。これあれ、あのボーイ。これキャバクラのボーイね。あの客引きよ、これ。要するに。で、セットして、これ焦点モード突入してですね。で、コンペキ出して、でレベル8のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築する前にこれに打っていくか。こことここでママ出して、ママ出す。ママ出して、ほんでレベル8のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚現れよ、ドラッグラビオン。そしてシトリスの効果発動するか。シトリスナンバーワンキャバ嬢の効果、オーバーレイユニットを一つ使って、ジョーを一人スカウトしてきて、これは結構なんでもいいな。こうして、でトリオンちゃん召喚していく。枠足りるよなこれ。召喚で効果発動、これで墓穴ホール持ってきて、そしてドラッグラビオンの効果発動、オーバーレイミットを一つ使い、エクストラデッキより床にローションを撒き出していく。これでヌメヌメだぜ。効果発動。おじさんマットプレイしよう、バトルフェイズ。おじさん延長どうする。このデッキ最低だな。さあ行きますか。デッキ名全振り選手権優勝。で、すべてデッキ名をにすべてをかけた男による、小悪魔なヌメヌメ列車で、アナルファック JK 小悪魔に、焦点デッキやっていきます。これチャンネルバンされねえかな、これ大丈夫かな俺これ。まあでもね、これもともとね OCG で存在してたデッキを少しカスタムしただけなので、まあ、僕のせいじゃないっていう話はあるんですけど、まあとりあえずセラちゃんの効果を使いまして、まあ、とりあえずですね、オナホ持ってくればいいかな。セットして、で、発動、これかぶってるんでいらなくて、神地でセッティング、セラ効果で、セラちゃん効果で、ですね、ホールないからこれトリオンでいいか。なんでもいいんだけどな、プティカでもいい、プティカ墓地置いとくか。で、どれにしようか、トリオンかプティカどっちか置いときゃいいんだけど、まあ、とりあえずトリオン置いといて、で、シトリス、さあ、おじさん、お金ちょうだい。おじさん、1時間3万円でどう。さあ、シトリスの効果を発動、1時間3万円の効果を発動し、オナホ墓地送って、デッキからね、プティカでいっか、かぶってるからね、小悪魔がめちゃめちゃかぶってるんで、で、クラリアを出していき、で、オナホで、セラをもう一回蘇らせればパパ活もう一回できるんで、これでパパ活していきましょう。エンドフェイス。クラリア効果。まあんまり意味ないけどな、落とし穴が今掘ってないから、クラリアのね、ホール落とし穴もう一回セットするみたいな効果はちょっと発動できないんだけど、これ一応木のリンクさんにした方がよかったな。木の墓地から蘇らせたとか強そうな気がするわ。あービーバーね、はいはい、いいですよ、ビーバー全然大丈夫です。で、リンクとかエクシーズされると困っちゃうんで、とりあえずホールティア効果発動します。自分の墓地から、幼女蘇らせて、で、幼女でパパ活していきましょう。パパ活っていうか、なんかすげえ刃物持ってきて、なんかド M、SM プレイみたいなけど、で、SM プレイ発動、クストラデッキから出すのやめましょう、このターン。
この台エクストラデッキからモンスター特殊召喚するのやめましょう。このデスサイズでアナルファックスのマジで嫌だな。これさあ、ケツ穴にさぶち込まれんの結構痛そうだよね。結構痛そう。さあ結構困るでしょ。あ、レッド、はい、どうぞ。エクストラデッキから特殊召喚できないと大体スプライト済むでしょ多分。まあ、スマッシャーズとかあったところでもうだいぶ大丈夫だしな。はい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 。でエンドフェイズ、オッケー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 、全然いけるぞこれは。いける、わっけーろ来た。なるほど、一回バトルフェイズするか。エッジの準備は万端っていうことで。わっけーろはね、エルドレッジ過去エッジにつながるカードなんで。まずその辺をねぶち込んでいきたいといったところですね。いいですね、今のところいいですよ。さてとりあえずおじさんたちから金を絞り取ったところで、一旦リンクしてどっかしましょう。で、はい、これナンバーワン指名キャバ嬢ね。で、ね、あープティか召喚だね。プティか召喚で効果発動。なんか小悪のソロっていう、なんかそういうなんか風俗店ありそうじゃない。知らんけど。なんかありそうな気がしない。そんなことない。でトリオンの効果で、ここはまあそうですね、底なしかなんか持ってきます。墓穴とかでもいいんですけど、まあ底なしいいか。底なしがなんか一番うざそうで、持ってくるのがこれ何だ、これあれか、キノかな。手札に抱えておいて強いやつ、キノぐらいしかねえか。で、そうですね、まあセラですね。セラ行ってフレシアですかね。これなんかもうほとんどただの小悪魔デッキですけどね。ほとんどただの小悪魔デッキですけど、まあ許してください。こっちかな。トリオンで魔法トラップ破壊できた方が良さそうな気がするので、こうしといて、で2体で、フレシア出しといて、あ、これ先セラだったか。これミスったわ。ストレスの効果にセラの効果反応させるべきやった。まあいいや、セットセット。いやまあ別に大丈夫っしょ、フレシアあるし、これでいいんじゃん。でフラリア効果は使う必要あんま、あーでも使ってもいいか、使ってもいいな。いやでも俺エッジに繋がるモンスターしてんだよな。俺エッジに繋がるモンスターしてんだわ。ちょっとワッケーロ出せなくなったらちょっとエッジに繋がんないから、なんとかしてエッジに繋げようとしてるんだけど、エッジまで持っていこうとしてるんだけど、はい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 、これを底なし落とし穴すれば、もう召喚権も使ってるんでレベルに行った時だけぐらいかな多分。一応フレシアでアクリアリアの効果再セットで、将来進行化でなんか持ってくる。でレベル2がいないから盤面実質ね、だから何も起きない多分。手札にスプライトいても、まあ、スターターとかあったら別だけどね。あ、うらら、はいどうぞ。あ、これあれだな、無効できるんだよこれフレシアで。まあいいか。これね確かね、 JK 小悪魔ヌメヌメ JK 小悪魔デッキ、ヌメヌメ JK 小悪魔デッキね、確かねその考案された時はね、この辺のね新規モンスターなかったと思うんだよね。だから多分ね、今の方がね、今のヌメヌメエッジ GK 強化の方が強いぜ。あの頃よりはな。さあ、黄金鏡のワッケーロ、俺何の話をしてんだ。で、ワッケーロ効果。ワッケーロ効果で、こうして、で、リンク素材にして、どかせば、エルドリッジエッジにアクセスできるから、あ、エッジ来たエッジ来たわ。アドバンス召喚するか。めっちゃ強引だけど、めちゃめちゃ強引だけど、どれだこれから。おじさんエッチしようで、まあ殴ったら勝ちですかね。バトルフェイズですね。いやごめん、ほとんど小悪魔デッキだったけど最後にエッチ出したから許して、これでご勘弁を。あ、やべ、言い忘れてた。この動画、家族の前で見ないでください。おっそ。
注意事項。いやーこれ先行だったらそこそこ強そうだったな。赤き捨ててエルドリックスでセットみたいな動きもできるし、なんかエルドリックスで黄金鏡セットみたいな動きもできるし、意外と悪くなかった気はするんだけども、必中のピン、はい、革命家か、これ真珠エヴァか、これ真珠エヴァデッキをちょっと作ってみてんだよな。なんかあのシンクロジックの B フォースのデッキに多分なるんですけど、割となんか今結構ビートルーパーとかもいるからなんとかなる気がするんだよね。シンクロジックで作っても御用 D、 はい、御用 D、 御用 D、 御用 D、 圧倒的最強ムーブじゃん。さあ圧倒的なるソリティア力を見せつけてはいるが、一体全体これは何が起きるんだ。ヤジロベーダー、何ヤジロベーダーじゃないか。支援の患者、あ、いただけるんですか。ありがとうございます、ありがとうございます。っていうかこのモンスター普通に送りつけられたら負けをされる気しかしないけど、ヤジロベーダーはなんかモンスターが特殊化されると、特殊化されたモンスターのなんかその位置の方になんかその移動して、で移動した先のなんか相手のカードを破壊するみたいな動きなんで、あのカードがあるんですよね。それがヤジロベーダーっていうカードなんですけども、まあ、G ランティスどうぞ。でヤジロベーダーが横になる、ヤブヘビ、ヤバすぎ、行かれたことしてるな。セットされたカードが相手の横でやばい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 ぞ、これヌメロニアス破壊してやばいぞ、これ、この相手の方がヌメヌメの使いだぞ、これやばいぞ、ヌメヌメの使いだぞ、相手の方がこれやばいんじゃねえかやばいぞ、おいおい、ヤブヘビ2発撃ってるぞ相手、クス雨が起きた、まずいぜ。ヌメロニアスを破壊してると変身して戻ってくるぜ、出たぬめってる、相手の方がなんかローション量高え、めっちゃめちゃくちゃやばいやつ出てきた。ちょっとぶん殴らないといけないんですけど、ぶん殴れんかったらなんか負けるみたいな効果してまして、だからマジでやばいっすね、これはマジでやばいっす。悪空間、あ、逃げるな逃げるな、今日もらう逃げるな逃げるな、今日もらう店長、お客様が勝手にローションを塗って挿入してきました。何、お客様困ります、この店はそのようなサービスは提供しておりません。